洲本八日の石神社。古代の人々は大自然の光に対しその偉大さに恐怖心さえ抱き、これを鎮めるために神として仰ぎました。この神社は石を神として崇拝することから起こった石神信仰の一つです。境内に安永元年1772年と刻まれた石宮や明和9年1764年の道祖神があります。昔は社殿にしゃもじを寄進して家内安全を祈願しました。神仏習合の江戸時代には不動寺の境内にありました。あー、そういったことなんですね。はい、確かにね、社号学には石神社とあります。まあ、石が祀ってあるのかなと思ったんですけど、目視ですね。まあ、木でできたお宮があります。こういった感じですね。まあ、こちらがね、先ほどの説明にあった、まあ、安永元年のね、石宮。そしてね、明和9年の道祖神です。はい、このような場所がね、まあ、下豊岡町の石神社でした。金ヶ崎不動尊。この堂は豊岡の茶屋本陣、東へ約300メートルの飯野家が所有する広大な土地の肝、北東の方位にあたる野付村田中崎に包囲受けとして祀ったものですが、明治43年の大水害で流されてしまいました。そこで飯野家所有の現在地に建てられました。本尊は木彫りで、まあ、漆喰仕上げの不動様で、まあ、その後に今もって鮮やかな色の大火炎があります。お堂は昭和天皇即位の頃に建て替えた時は川を洗うことさにも使っていた清流が中山道沿いに流れていたので、北向きで中山道に面していました。昭和33年に改築の時に南向きに変えました。地元の人々によって3月と9月の27日の夕方から28日まで縁日としてお祭りが行われています。不動明王は怒りの姿で悪魔を越えさせ、悪魔から守護してくれると信仰されています。この不動様のおかげでこの地区には火災がないと言われています。あー、面白いね。まあ、道祖神ね。高神道。そして、まあ、お不動様は、はい、そちらの、まあ、お堂の中にいらっしゃいます。ではね、写真で補足しますね。